さん、こんにちは。伝説の歌手として有名になった小林麻美さん、結婚を機に芸能界を引退しましたが、25年ぶりに復帰されたことでも話題です。そんな小林麻美さんと夫との衝撃的な関係が明らかになりました。小林麻美さんの息子、現在のお仕事など、現在の小林麻美さんをまとめました。ぜひ最後までご覧ください。小林麻美さんは1953年11月29日東京都大田区大森で生まれました。小林麻美さんが15歳の頃、少女向け雑誌のモデルにスカウトされます。モデルの仕事をこなした後、1970年のライオンの歯磨きの CM でモデルデビューに選ばれますが、この時撮影で複雑骨折をしてしまい長期休業に。2年後の1972年に初恋メロディーで歌手デビューを果たしますが、当時の小林麻美さんは笑わない、うつむいている、猫背、気だるそうといった印象から、世間から暗い印象を持たれたため歌手活動がなくなります。そんな小林麻美さんが再び注目を浴びたのは1970年後半に放送された CM でした。特に1977年のパルコ CM で、インビと大敗で披露された細い体と暗さがコンセプトと合致していたことで、多くの方に受け入れられ知名度を上げることになりました。その後、所属事務所を現在の田辺エージェンシーに移し、約8年ぶりとなる1984年に自身初の大ヒット曲雨音はショパンの調べをリリース。女優としては映画野獣しすべしやドラマ宮本武蔵などに出演し、バラエティ番組にも出演してお茶の間で知られる存在となりました。1991年に突如として引退しましたが、2016年の7月に発売されたファッション誌クネル9月号で25年ぶりに芸能界へ復帰されました。小林麻美さんの復帰は発売日まで極秘にされていたため、表紙で穏やかな微笑みをたたえる彼女を見て驚いた人も多かったことでしょう。小林麻美さんの夫は現在所属事務所である田辺エージェンシーの社長、田辺明和さんです。お二人が結婚引退会見を開いたのは1991年の春のことで、当時小林麻美さんは37歳、田辺明和さんは52歳でした。かなり年の差がありますが、小林麻美さんは男性には不正を求める傾向があると告白しています。このような恋愛観を作り上げたのは、父親に思い切り甘えることができなかった子供時代の体験からなのだそう。父親は素敵な男性で、外に女性が何人もいたため、パパは完全に自分のものにはならないという寂しい思いをいつも抱えていたそうです。田辺明和さんも歌手として活動していた時期があり、その当時はホリプロに所属されていました。その後独立し、現在の事務所を設立。以後前線での活動を終えられ、プレイングマネージャーとして活躍。タモリさんや研ナオコさん、堺雅人さんなど多くのタレントを世に送り出されています。そんな田辺明和さんと所属事務所である小林麻美さんの関係は、誰にも内緒の極秘恋愛でした。それも17年という長期関係に及ぶ恋愛関係。その間、小林麻美さんに恋愛関係のスキャンダルは一切ありません。17年も周りに気づかれず極秘交際をしてきたわけですから、そのことに不安や我慢もあったことでしょう。それでも一途に思い続けたことは尊敬しますね。さらに驚くことに、結婚記者会見を行う2ヶ月前にお二人の第一子となるお子さんがすでに出産されていました。もともとスレンダーな体型をされていた小林麻美さんでしたが、妊娠をしていたことに誰も気づかなかったほどなので、かなりすごいものがありますよね。ましてやライブなど人前に出ることも多くあった中で、気づかれなかったということですから、相当努力されていたのではないでしょうか。小林麻美さんにとって田辺明和さんとの恋愛がどれほど大切だったのかお伺いできますね。小林麻美さんは出会った瞬間に、この人についていこうと思ったのだとか。小林麻美さんは20歳の時に田辺明和さんと出会いました。コートはハイブランド、髪にはリボンという
小林麻美さんのちぐはぐなファッションを田辺明和さんは初対面で率直に指摘したといいます。それから小林麻美さんは公私ともに旦那の田辺明和さんに信頼と寄せていきました。小林麻美さんは田辺明和さんと会えない寂しさをお酒や睡眠薬で紛らわせていたようです。もしかしたら仕事もプライベートも田辺明和さんに依存していたのかもしれませんね。そしてこの結婚を機に小林麻美さんは芸能界を引退します。結婚、出産を機にきっぱりと専業主婦になったことも当時の小林麻美さんの人気から見ればある程度の覚悟があったことでしょう。そんな小林麻美さんと田辺明和さんの息子さんの名前は太蔵さん。1991年1月9日生まれです。小学校から成城学園に通い、最難関私立の慶応義塾大学に進学するほど優秀な太蔵さんですが、大学卒業後の就職先も一流だったそう。太蔵さんは慶応義塾大学を卒業後、誰もが知る大手広告代理店の電通に入社。エリート街道まっしぐらですよね。そんな太蔵さんは孝行息子な一面もあり、電通に就職して初めてお給料をもらった時、両親をお食事に招待したそうです。よく初任給で親にプレゼントを渡すエピソードを聞きますが、太蔵さんも親がこれまでどれだけ愛情とお金をかけて育ててくれたのか少し分かったのかもしれませんね。それでも電通という一流企業に就職したこと自体がもう親孝行しているとも思います。ただお父さんが芸能プロダクションを経営しているわけですから、今後お父さんの会社を継ぐという選択肢もあるかもしれません。約25年ぶりに芸能界へ復帰した小林麻美さん、長身で華奢な体に緩くウェーブがかかった長い髪に影のある表情が印象的だったことから、都会的でファッショナブルと言われていました。そんな昭和を代表するいい女の一人である小林麻美さんがネット上でがっかりと言われているようです。一体どういうことなのでしょうか。昔と変わらず長身で華奢な小林麻美さん、とても還暦だとは思えません。がっかりと言われてしまっている点につきましては、おそらく月日が経ってしまったことによる年齢のせいでしょう。デビュー当時からご存知の方からすれば、久しぶりに見るとショックになってしまったのかもしれませんね。個人的にはこの容姿で還暦を過ぎているように見えません。25年ぶりに芸能界へ復帰された伝説の歌手小林麻美さん、現在の姿にがっかりされている方もいらっしゃいますが、還暦を超えお子さんもいらっしゃるのにもかかわらず、昔と変わらず体型を維持されているところに感心しました。そんな小林麻美さんですが、重松雄英名誉会長の服飾財団が開催したヴィンテージのイヴ・サンローラン展になんと18点も寄贈しました。19歳の時に小林麻美さんは店に連れて行ってもらい、イヴ・サンローランにはまって給料をほとんどつぎ込んだようです。際どさとエレガントの両立がとても気に入っていたとのこと。2020年9月11日小林麻美さんはセレクトショップの SNS に自身の画像を投稿。スペシャルサンクスとして公益財団法人日本服飾文化振興財団の名前を出しています。小林麻美さんは現在もナチュラルな美しさについてはこだわりがあり、主に5つの理由を挙げています。毎晩お風呂の後に10分ほどストレッチ、ダマスクローズ化粧品を使用、ユニクロの黒かネイビーのタートルネックがお気に入り、年を取ると似合わなくなるものが増えるので似合うものだけ着る、最近はピンタレストで海外のスナップを参考にする、特にブランドにこだわらない組み合わせは参考になる。小林麻美さんおしゃれの秘訣はピンタレストなど海外でもつながる SNS でインスピレーションを得ているからかもしれませんね。いかがでしょうか。今回は小林麻美さんの復帰と夫の関係、小林麻美さんの息子と現在のお仕事について調べました。現在は芸能界を復帰しモデルとして活動している小林麻美さん、今後の活躍にも期待ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。